はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。今回は王家の墓ですね。スライムくんから情報を聞いて、エンドールの南西に王家の墓があるということで目指していきましょう。もうありますね。ここで、ここはね、ハグレメタルが出たはずなので、ちょっと一応聖水を2つずつ渡しておこう。まあ、聖水はね、1ダメージを与えることができるので、アリーナは攻撃してもらう。会心の一撃の方が効率がいいんで。ファミコン版だとね、柔軟ダメージ与えるから、聖水で一発だったんだけど、さすがにそうはいかなくなりましたね。で、そもそもこの王家の墓に入るためには、最後の鍵がないといけないということになります。あ、これ系か。まず乗るか、じゃあ。あれ下に行っちゃったな。まあいいや、行こう。上か下か、上。合ってんのこれ。結局どっちも変わんないか。大丈夫そうだな。これ乗るか。そして宝箱。左下にも宝箱が見える。あれ魔封じの杖。この宝箱どうやって取んの？あ、普通に歩いていけそうだ。ビビンバー。ビビンバか。まずはちょっと容赦はしないで行こう。いいよら。もったいない。効かねえ。強くはないな。レベルアップ。よし、ミカミックス。これを。おお、いいね。これでマジカルスカートがゲットできますねと。で、どっちから行くかだな。ハグレメタルいっぱい出てきた。ちょっと待って、ブラッドソードは邪魔だな。いや、4体もいるんだったら、まずは周りの雑魚を排除しよう。イカズチの杖とイオラ。よし、1体残った。いや、お前じゃない。2体残った。A が、おお、残った。てか、アリーナ早くね、まあ、ハグレメタルにはさすがに効かないとし。で、ブラッドソードも効いてないか。押した押した、一体倒した。ちょっと待って、これブラッドソードもうどうでもいいぞ。ハグレメタルに全戦力を集中させよう。聖水一体でも残ってくれればな。アリーナいけ。よし、 D が残ってる。 B は逃げたか、しょうがない。1、2、3。あいつに1のダメージも与えてないのか。もう全聖水でいく。逃げた、マジかよ。12倒したし、まあいいや、1体倒したから。1万。アリーナレベル25。すげえヒットポイント上がりがいいな、マジで。ここすげえな、めちゃくちゃ稼げそう、時間かければ。ただその代わりまた聖水を補充しとこう。いっぱいある。32個もあんだけど。買い込んだからな、メタル狩りをしてるときに買い込んだからね。ただそんなにメタル狩りはしてないんだよね。メタル狩りってメタルスライム狩りね。お、こっから裏手に回れるね。これもうミネアも攻撃に入ろう。で、イオラ減らして。強い、ハグレメタルの剣マジ強い。げ、動けなくなったけど、なんてことはない。火力が高すぎる。ちょっと上にさ、旅の扉が見えんだけど、まあいいや、後で行こう。あれ、ここなんだ。回復できる、すげえいい地点だ。はぐれメタル狩りをしつつ回復できるっていう最高の場所じゃないか。もうハンマボとかマジ雑魚。一発アリーナのピアスで一撃。実際には二撃だけど。これ何これ、え、思わせぶりね。これ慈愛の微笑みを浮かべた女神像だとか言われてもさ。ブラッドソード、これも攻撃に入ろう。まず一匹。いいね、アリーナがやっぱりね、
初手でね一人倒せるっていうのがでかい。会心の一撃。ここもまた登れるか。でこっちには何にもない。何もないね。ドラゴンニット、こいつは前出てきたな。いいよな、効くかな。一応やってみよう。効かないか、こいつ魔法が効かない。OK、 もうミネア万能だな。回復できてベギラマ使えて、あ、ミカミックスもイオラ覚えた。攻撃も強いと。ここなんか怪しいね、まあ、ドラゴニットは最初に倒しておきたい。イオラ絶対効かない。どうだ、絶対効かないか。そういやさ、はぐれメタルの剣装備してるってことははぐれメタルに通るのかな、ダメージ。どんなシステムだったっけ。まずはこれを取ろう。変形の杖、え、ここにあるの。普通に落っこってんじゃん。どういうことよ。匂う匂うわって。お宝の匂いというよりははぐれメタルの匂いだよね。あれ、なんだこれ、どうなってんだ。あ、これさっきの上に見えた旅の扉のところに通じてんのかな。あ、それっぽいね。あ、ここね。で変形の杖取って、あそこ確か戻るところだったから、もうここには用はないな。早かったな。はぐれメタルもう一体くらい倒したかったけどな。ま、先へ進みますか。じゃあここはもう、え、宝全部取ったよな。取ったはず。だってさっきのところ結局こう行って、からの出て、でこう行って、どうせここに戻ってくるだけでしょ。あれ、ここさ、しかもさ、本当の入り口じゃん。あ、じゃあもう全然大丈夫だ。リレミトどころか普通に戻ってこれたわ。じゃあ、メダル王のところに飛びます。早かったな。でメダル王のところに飛んで、この戦力なら天空の鎧取れるでしょう多分。マジカルスカートはゲットしておきましょう。25枚、マジカルスカート。30枚で天罰の杖。え、どうなの、天罰の杖とさ、イカズチの杖ってどっちが強いの。魔封じの杖とかもな。ちょっと待って、マジカルスカートはアリーナが持ってるか。呪文によるダメージを軽くできる。イカミックス変わらない。ドラゴンメールと同じ防御力か。いや、マーニャだな。すげえ、マーニャだけ突出して弱え。じゃあマジカルスカート似合いそう。で一回寝よう。まあ、主人公は基本的にもう天空シリーズでいいんで、それよりワンランクの上のものは他の人たちに装備させてあげましょう。はぐれメタルシリーズとかね。ではこっからこの上のこの洞窟に突入します。イカダになってる。ちょ、右から見ていこう。イカダ系か。マヒャドフライとか強そう。マヒャド唱えてくんの。イカ槌の杖容赦しない。イオラ、よし、当たる。オーケー。特に呪文は効くね。宝箱やった。小さなメダル、ちょいちょい落ちてんな。これはどうすればいいんだ。上陸しつつ行った方がいいのか。マヒャドフライ、これは攻撃で倒そう。一体だったら雑魚だな。一周しよう、一回一周しよう。ちょっとイカダでカロン、これはメラミで行く。結構強い。ベギラマー、
ったもんね。簡単に言うとイカ槌だったけどさ、なんだこれは、イカダでこれ以上進めないよってこと。いやちょっと広いな、どうなってる。マヒャドフライ、これはえ、ちょ待って待って待って、ミネアがイカ槌の杖でイオラ、ミカミックスの方が早かった。攻撃でよかったな。一体だったら攻撃の方が強いからね。複数出てきた時はベギラマの効果があるから、あれここにも階段があるな。何なんだ。いやちょっと下に降りちゃおう。でなんかある。天空の夜、早っ早っもうちょっとここは探ってこう。天空の鎧装備、ちょっとどんくらいになったんだかわかんねえ。いくつからいくつになったのかわかんねえから、ちょっと装備画面で装備しましょう。ドラゴンキラーでしょ。天空の鎧162からね187になりますね。めちゃ強えな。で小さなメダル、いやすっげえ簡単に見つかったな。こんな簡単でいいの。ドラゴンライダー、こいつ結構強いんだよね。メラミ効くかな。効いた。複数で出てくると結構厄介。火炎みたいなの入ってくるから。でここもうちょっと探索する。ここの床に降りてもしょうがないんで、死神死神ドラゴンライダー、ここはイカ槌の杖でイオラ、イオラで倒せるか。死神杖、やばい、アリーナ寝た。よしドラゴンライダーは倒した。まどろみの剣とか厄介だな。さて攻撃、ほら経験値1000超えるか。これいいや、一回満タンしよう。いざとなったらリレミトで逃げればいいわけだし。ここら辺もうちょっと探索したい。宝箱的なものがあるのかないのか。メラミで行こう。ジョイー、効かない。まあ、なんてことはない。何？倒せない。また満タンでいこう。あ、そうか。ミカミックスイオラあるってことは、イオラが効けばイオラ2連発できんのか。あーこうやって、あー宝箱があるな。こいつらイオラ効いたよね。行こう。ダブルイオラ。まあ、なんとなく。イカ槌の杖を使ってイオラ、攻撃力がたっけ、いいね。一掃できる、早い。アリーナ26、レベルも上がりが良くなってきたな。ちょっと宝箱が見えたんで、あそこの宝箱は回収しておきたい。それでもう全部かな。カロンは攻撃で倒そう。じゃあイオラ、ガチの杖、いいね。ここら辺から上陸でいくかな。で宝箱、よし小さなメダルをゲット。でだいぶ取ったかな。じゃあここら辺の陸地もあんまり大したことなさそうだしね。ガオン最悪。あ、取るもんは取ったからな。ゲバギマー、4回食らったらまずい。バギマー、またバギマかよ。
イオラが効くかちょっとわかんねえけどやろう。ドラゴンライダーは確実に倒す。イカズチのついていく。で、イオラ。早かったか、ドラゴンライダーの方が。ガオンも結構早い。効かない。全く効かない。まずいな。イカズチの杖がちょっと効くか効かないかっていうところか。イオラは絶対効かないね。これはもう絶対効かない。自分で回復しよう。じゃあどうする？ベギラマンは効くんだっけ？効いたり効かなかったりか。そういえばよし、回復 OK。 あとマーニャがちょっとまずいけど、火力で押し切れそうだな。よし、死ぬことはない。 OK。 1500か、結構おいしいな。だいぶマジックパワーを使ってしまったけれども、まあしょうがない。で、ここは別に行ってもさっき上から来たところだから無駄でしょ。で、ここも結局上陸しちゃうから宝箱とかもないしね。イオラからのイカズチの杖からのイオラ。いいね、会心の一撃。あとは先手を取ってくれれば攻撃力が高い。死神寝た。しかしもうマーニャが寝た分には関係ない。これで一掃できる。お、ゾンビメールゾンビメールが呪われてそうなんだけど。ないね、宝箱はもうない。じゃあここは出ましょう。リレミト、あと行けるところというのはもう先に進むことになりますので、残ってるものはないよね。ま、移民の町的なものもそういえばあるんで、ちょっともう一回じゃあサントハイムに戻ろう。まだメダルは集まってないよね、さすがに。で、ここでしょ。で、ここがエルフのとこだから砂漠。バザーがあったところですね。バザーがあったところで、ここにホフマンがいて、皆さんお久しぶりです、ミントスの街でお別れしたホフマンです、覚えておいでですか。いや、お前のことは棺桶しか記憶がないからもう忘れたわ。ヒルタン先生の元での修行を終え、私もいよいよ独立することになりました。そこで先生に習って、私も一つミントスのような街を作ろうと決心したんですよ。とはいえ、この不毛の地に私一人で街を作るのは無理というもの。そこで世界中を旅する皆さんにお願いがある。まずはどなたか新しい土地に移りたがっている人を探してここを進めてくれませんか。そういえばモンバーバーラの教会で新天地を求める旅人を見たという人がいたとか。人が集まればきっとこの不毛の地にも立派な町が生まれるはず。とにかく人手が必要。モンバーバーラで人を集めろと。モンバーバーラで人を集めろっていうか、まずはモンバーバーラに行って声をかけろということですね。で、人をまあこういう風にどんどん集めてきて街を発展させていくんですけれども、まず第一段階では何もアイテムないよね。落ちてるアイテムとかはなさそうなので、じゃあモンバーバラに行ってみましょう。モンバーバラあった。で、教会って言ってたっけ。そもそも教会どこ。これ誰。私は旅の尼、人様のお役に立ちたいと願い故郷を出てまいりました。どこか新しくできた町ならば、私のようなものでも何かお役に立てるかもしれない。この人にホフマンの町のことを教えてあげますか。はい、ホフマンさんという方が町づくりを始める。ありがとうございます、早速その地へ伺わせていただきますわ、ということで旅立ってきました。歩いて行ったけどね、俺の方が早いはずだ。ルーダで人とあるよね、ホフマンのところってやたら具体的だな。こいつここからいなくなったらホフマンのところが変わるぞ。ホフマンがやってきている。いや、皆さんお待ちしてましたよ。ちょうど今ミカミックスさんたちの紹介でこの町に来たあの方と噂をしていたところです。
他にも私が声をかけた人が来たりして、ついに町づくりが始まりました。とはいえ今はただの小さな集落に過ぎない。どうかミカミックスさん、この地が栄えるようお力を貸してください。実はこの町を早く発展させる良い方法を思いついた。ここで立ち話もなんですから、後で私の家に来てください。家なんてあるんだ。先ほどすぐ近くに小さい家を建てましたから、そこでお話ししましょう。簡単に家建てたな。少し準備が必要ですので、ミカミックスさんはこの町をゆっくり見てからいらしてくださいね。では後ほど。あれ、こっから外出んの？この地を教えてくださってありがとうございました。ホフマンさんともご相談したんですが、私はミカミックスさんたちのお役に立ちたいと思ってます。ホフマンさんの家にいた方が皆さんのお力になりそうなんで、先に行ってお待ちしてますね。どうか後からゆっくりいらしてください。それでは。行っちゃったよ。結局行っちゃうのか。で、カエルがいる。ふわー、春眠暁を覚えずとはよく言ったものだね。まるで1000年の冬眠から目覚めたような。ん、君は誰だい？そうか、ミカミックスさんとその仲間だね。僕は、ただのカエル、たまたま人間の言葉が話せるだけのね。この地に立派なお城があったという言い伝えは君も耳にしたことがある？そんなの聞いたことねえよ。そう、大昔ここには貿易で栄えた王国があった。今じゃこの通りただの荒れ地。ところでミカミックスさんたちはこの町づくりに協力している。僕はずっとここにいるから、町が発展したらまた話をしに来ておくれ。ケロケロ。なんだそりゃ。ホフマンさんが家で待っている。結局人頼みかよ、ホフマン。なんかあるね。旅の人知ってますか？いいえ。ここは新しくできたばかりの町、ホフマンさんっていう人の夢の土地。私も新参者ですが、早速商売させてもらっている。道具屋、ろくなもんねえな。もっと立派なもん仕入れてこい。よし、小さなメダルゲット。そう、これね、発展させていくとね、小さなメダルが手に入るんですよね。僕は6個、ホフマンさんに誘われ、妻のナナと引っ越してまいりました。一生懸命働いて妻を幸せにするのが僕の夢なんです。だったらこんなさ、クソみてえな土地で働いてないでさ、都会に行った方がいいぞ。エンドール行った方がいいぞ。砂漠だからね。だってここ水とか大丈夫なの？まったく6個ったら、朝から晩まで畑で働いている。新婚ホヤホヤなのに早くもすれ違いだわ、プンプン。まあそう言わずに、あんたのために働いてんだからさ。特に買った本はない。第1段階ではこんなものかな。とりあえず小さなメダルをゲットしたので、ホフマンの家に行きますか。じゃあ一回出るのか。ある。砂漠の上にさ、家建てるってどういうこと？ってかすげえ緑豊かなんだけど、どういう錬金術を使ったんだこいつ。黄金の腕は持ってんじゃないのか。この庭は美しく心が安らぐ。私の力でお役に立てればよい。いや、今はいいよ。砂漠の上にさ、こんな立派な木とか生えてんだけど、おかしくないか、ホフマンの力。特に買った本はない。あ、ミカミックスさん、ちょうど今私の準備が終わったところ。さてと、まずはあの集落が早く発展するよう良い名前をつけていただきましょうか。私がいくつか候補を考えたんだけど、どうにも決めかねてしまっている。かくなる上は移民集めに協力している皆さんに決めてもらおうと思う。それじゃあまずは私の考えた候補を言いますね。よく考えて決めてくださいよ。ミックスタウン、どうです？君気になるか。いいや、やっぱりミックスランド絶対さ、俺の名前が入るんじゃん。横丁、どう名前ったか。いいえ、かっこいい名前を考えなんて無理だったんですね。まあ仕方ありません。このままミカミックスさんたちに頼るのみです。かっこいい名前を決めてください。お、すげえ、名前がめっちゃ決められる。いや、ミックスとかなんてもうちゃんとミカミックスって名乗ろうぜ。これだけ入れるとあと3つしか入らない。ミカミックスになってるし、ミカミクスか。あと3文字、それこそランドになるよね。タウン、ミカミックスタウンも入るか。ワールドは入らない。しょうがないな。あ、普通の金もあるんだね。なんて名前にする。こういうの結構悩んじゃうんだよね俺。やっぱりずっと残る名前だからね。最果ての地にするか。みんな最果ての地で夢を見て最果ての地までやってくる。漢字はさすがに使えないからな。最果ての地、終わり。うん、いい名前です最果ての地ということで決まりですね。はい、町の名前が決まった。本題に入りましょう。
実は私すれ違い通信を始めたんですってなんだそりゃ。まあ今やってる人いないからね、どう考えても。交流して友達の輪を広げるのがすれ違い通信、いや無理でしょう。まあ送ってみるけど、別の世界の人と交流する。なんかどんどんさ、すげえ話になってったな。まあいいよ別に。どんなタイプ、いやこれはもう女の人にしよう。この人第一候補だね。いねえし、まだ選べないんだな。あ、大使で人がいないからだそもそも。じゃあ普通のこの人でいいや。え、スカウトだな、スカウトマンだから。まあ全然あれだけどね、女。え、年齢、年齢30代かな。20代はねもうちょっと若い気がする。何がいい、早食いとか。特技ね、メタルハント、かっこいいね。メダル集め、宝探し、水着ウォッチ、これだな。はい、どんなセリフを言わせたいですか。俺だよ俺みたいな金貸してくれ。レってどこ。俺って言ってるしね、あの女性なのに。びっくりマークみたいなのはつけらんないんだ。あ、点でいっか。じゃあ点ってどれ、なくね。かなのところにあるかな。あ、ない。じゃあびっくりマークでいいや。俺小さいつを入れよう、結構こだわるからね俺ね、なんか変だな。お金振り込んでくれ。結構な長いね決められんの。もういいやこれで、めんどくさくなってきた俺だよ俺、お金振り込んでくれとかイカれてんな。スカウトさんをお呼びします。どっから来たんだこいつ。俺だよ俺、お金振り込んでくれ引かれてんな。何なんだそんなことで。小さなメダルが欲しいんだ俺は。あ、ホーフマン、もう一回話してみよう。何をいたしましょう。ああ、そういうことね。あ、町の住人を探すって何。別れる、あ、別れるね。出てってもらえる人誰もいない。ずっと住みたいと思っている。そうだな、今はみんなの意思を尊重してあげよう。でここは教会の役目か。なんか誰かがね、またなんていうの、その移民になりたがっている人たちを探してくれると思うんだけど。いや行ったよもう。どっかに誰かがいますよ的な。まあいいか。あ、これか。フラッとやってきた旅の商人がこんな話をしてました。どこか見知らぬ町で人生をやり直したい男がバトランドの城下町の教会にいるということで、まあこんな感じでね人を集めていくんですけれども、まあそれはまとめてやりましょう。あの物語が進まないとそもそもね、人を増やせないっていうところがありますので、まだ完全体にはできないはずなんで。で、次はですね、変化の杖を手に入れたので行きたいところがあるんですけれども、近場はミントスですね。地図的にまだ行ってない大陸があるんで、そこへ行きたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。